右側に腰が痛い、右側肩が痛い、右側の膝が痛い、ほぼほぼこれ。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための患者さん向けの動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな方であれば、ぜひこの動画を見て根本的解決してみてください。松田さん、はいよ。なんか右側だけ腰痛があるんですけどあるあるすぎますね。こっち側だけみたいな、全然ある全然ある。左側だけとか右側だけとかね、ありますね。そうなんです、よかったです。自分だけかと思って面白いですよ。なんかね、これ右だけ痛い人って、右の腰楽になったら右の膝側とか右の肩側とか左側だけ痛くなったりとかするんですよね。で、右側だけ、はい。ちなみにどの辺が痛いですか？若干お尻寄りの、あ、このあたり、はいはいはい、が痛いなってことね。 OK。これは結論から言うと、やっぱ内臓が関わっていることが多くて、なんでかっていうと、人間の骨格って右と左でどっちが多いとか少ないとかってあんまないですよね。まあ、あるとすると左側の骨格がだいたい5ミリぐらい短いって言われてます。だから5ミリぐらい短いんで、あのトラック走るとき左回るじゃないですか、全部。だからあれは左側が短いからって言われてたりしますね。だから一回オリンピックで右側回りにしたことあるんですよ。そしたらもうこける人が続出したっていう、まあいうぐらい左側の方が短いとかっていう骨格の特性はありますけど、基本的に右も左も骨格は同じ分だけ、同じ質量だけ、重さだけあります。で、筋肉も右も左も同じ量だけありますってなってくると、じゃあなんで右だけ痛いんだ、左だけ痛いが出てくるってなると、この背骨の中にある内臓、右しかない臓器、左に寄ってる臓器、やっぱこれあるんですよ。そこから考えた時に内臓体性反射ってやつがあって、内臓が悪くなってくると症状が出てくる、逆に言うと症状が出てくると内臓も悪くなってくる、いわゆるこう連動があるんですよね。まあ、どんなメカニズムかって言われると、ちょっとまだこれ明確になってない。ただ肝臓が悪くなるとここが痛くなるとか、胃が悪くなるとここが悪くなるとかっていうのがあるんです。それが内臓体性反射ってやつがあって、それが右側左側しかない内臓があるんですよね。そこに関わっていることが多いので、今回ね、じゃあ右側ですよね。右側であれば、ある臓器がめちゃくちゃ関係してる。私が腰痛専門でやってて、右側だけ痛いって人に治療してった時に、もうほぼほぼ100% に近いぐらいで必ずここに当たる、ここが改善しないといけないっていうものがあります。ただこれ内臓になるんで、食生活とかもそうだし、睡眠とかもそうだし、いろんなものを改善しないといけないから、これはやっぱ時間かかります。3ヶ月4ヶ月とかかかっていく可能性もあるし、人によって本当は1年とかかかる可能性もある。なので時間はかかります。ただしっかり改善もできてくるし、それプラスアルファ内臓も良くなってきて、自分の体の中の調子も良くなってくるってことも起きるんで、なんで今回は右側の腰痛、右側の腰だけ痛い、右側だけなんか違和感がずっとある、まあ、こんな人であればぜひこの動画見てみて、根本解決ができるようにしてみてください。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、ちょっと内臓についてお話をしていきます。ちょっとね、分かりやすいようにね、これこんなもんがうちにあるんですよ。内臓 T シャツで、内臓ってこうね、見えたら分かりますけど、右左がちょっと違う部分がありまして、特に右側気にしていただきたいのは何かって言ったら、これですね。右側にこのでっかいやつありますね。これ何かって言ったら肝臓って言います。なんか聞いたことあるね。なんかアルコールを分解するとかね、肝硬変とか聞いたことありますね。肝臓がですね、右側にあって、あとはね、胆のってやつが肝臓に付随してあるんですけど、右側にしかない臓器って言われると、この肝臓、胆のこの2つになりますね。で、逆に左側にしかない、これは皆さんがご飯食べてぐーっと最初に入ってくるここの臓器、何かって言ったらこれが胃ですね。あとは左寄りというふうに考えると、心臓も左寄りになってます。あとの臓器はですね、ちょっと上下があったりはしますけども、大体右も左も同じようにある。まあ左側にあるとすると、いわゆる S 字結腸って言って、ご飯を食べた後の最後便が溜まってるところ、最後に便が出る前のところが結腸がありますね。これは左側にあったりします。で、さっき言ったみたいに、右と左で言ったら右側にしかないものって言ったら、これ肝臓なんですよ。肝臓以外は結構左寄りなんですよ。で、これなんでかって言ったらね、人間ってじゃあ左側だけ3つなんかありましたね。 S 字結腸もあったり、胃があったり、心臓が左に寄ってるって考えると、左にめっちゃ重さがあるんじゃないかって思うかもしれないけど、これ全部ですね、いわゆる空洞器官なんですよ。中が空洞になってる。だから胃も何もない時は空洞ですよね。心臓も血液が入ってなかったら空洞ですよね。 S 字結腸も便が入ってこなかったら空洞ですよね。だから基本的には重さがあんまりかからないようになってます。でも肝臓っていわゆる実質があるんですよ。中にもう詰まってるだけ、ギューって。レバーって食べたことあります？わかります？なんかピツピツピツってなんかいっぱい入ってますよね。あれがあるように肝臓って結構グッと詰まってる。肝臓ね、どれぐらいの重さがあるかって知ってますか？5キロぐらいあります。
5キロやばいね。5キロはないです。だいたい標準で平均で 1.5 キロって言われてます。1.5 キロって結構でかくないですか？バーベルは結構ここに入ってると思ってもらったりです。で、肝硬変とかになってくると、だいたいこれが2キロから3キロなんですよ。2キロ、3キロって言ったら結構重いですからね。で、その逆側ではですね、心臓とか胃とか、中に何も入ってない状態、軽いですよね。ってことは、肝臓がこれ重くなった分を、やっぱりこっち側の左側で重さをかかってくるように、S 字結腸とか胃だったりとか、心臓だったりで、重さをバランス取ってるわけね。で、プラスアルファはね、女性の場合であれば、右の乳房と左の乳房とかで言うと、左の乳房の方が大きくなりやすいって言われてます。まあ、これ一説なんでね、確定ではないですけど。でも、基本的には肝臓が右側にあって、それ以外は全部重さがかかるものって左側になりやすいんですよね。これ面白いですよね。人間の体ってバランスを取るようになってますと。で、ここまで分かった上で、じゃあ右側の腰が痛いって言ったらどこの内臓ですかって言ったらもうこれ肝臓なんですよ。言った通り骨格も筋肉も全部右左左右均等に出てます。若干のズレはありますよ。でもこういう風になってますと。で、肝臓だけが右側に寄ってる。ってなると右側に腰が痛い、右側肩が痛い、右側の膝が痛い。ほぼほぼこれ肝臓のこと多いです。右側の場合であれば。で、右側の肝臓がですね、悪くなってきたりとか、動きが悪くなってくると、この内臓体制反射って言って、大体右側の腰の部分とか、肩の部分だったりとかに障害が起きやすいです。あと、重さがここに2キロぐらいかかってきたらですよ。皆さんここに2キロぐらいのパワーで下に引っ張ってみて、そうすると、この右側だけ猫背作るんですよ、こんな風に。で、この引っ張った状態で肩上げてみて、上がらないんですよ。それはそうですよねって2キロ引っ張ってるんですから。そしたら五十肩になりやすかったりとか、肩こりになりやすかったりとか、内臓体反射で腰が痛かったりとかってのが起きてきます。さっきね、スケさんが言ってた腰の痛みってのはもう本当にこう内臓体性反射で言うともう肝臓ここなんですよ。本当にもう肝臓から来てるんじゃないかなっていう気がします。お酒飲むの？結構飲みます、ね、結構飲む。あ、もう肝臓が来て、まあもう代名詞ですけども飲酒、あとは毒素を分解する場所でもありますから、アルコールが一番です。あとはやっぱり、まあ、食生活もそうですよね。濃いもの食べ過ぎたり、居酒屋飯食べ過ぎたりとかするとやっぱそういうのが起きやすかったりします。なんでこの肝臓が悪くなってきてしまったらどうぞぐーっと重さが出てきて、内臓体制反射で肩膝腰痛とかも出てきますよって話です。で、実際自分の右側の腰が肝臓から来てるのか、まあそれ以外もあるんですよね。例えば負担があったとか、例えば仕事でこういう風に右側に寄りやすかったりとかっていうのもあったりはするんですけど、で結構右だけとかっていうのであれば肝臓がかかっていることを言う。ただ肝臓かどうかも分かんないよねってことであれば原因を見つけていただきたいんですよね。原因の見つけ方としては、こうおへそのラインありますね。おへそのラインの右側あります。右側のところに手をこんな風にグッと置いてみてください。で、置いていただいて体を丸くしてみてください。そうすると中、お腹のところが柔らかくなります。触りやすくなる。で、この状態でグッと上の方に持ち上げる感じ、手を指をねグッと持ち上げるようにしてあげると、中でおえってなるような、なんだこれ、おさんでおさんでみたいな、でこんな風にグリグリグリってしてあげると、痛い痛い、なんだそれなんだそれみたいになります。これが肝臓だと思って、ボディーブローみたいなね、ボーンってやる時とかにうーってなんか息ができなくなるってのは、この肝臓がグーって持ち上がったりするとなります。なんか気持ち悪い、なんかいやそれ以上押さないでみたいなのがあったら、そこをねちょっと軽く痛みが出ない範囲で軽くマッサージをこんな風に横にグリグリグリって10秒間ぐらいやってあげて、座ったままが一番ベストだと思います。で、これでグリグリグリってやってあげた状態で、で、やった後に腰が楽になってるとか、次の日も腰が楽だったとか、っていうことであれば、肝臓が原因になってる可能性が高いです。ただ、これ痛みが出た時にこれをやれば楽になりますけど、これ根本的に解決してるわけじゃなくって、根本的に解決しようと思ったら、これ肝臓を楽にしてください。良くしてくださいって話です。なので、基本的には肝臓を良くしようと思ったら、やっぱりこれ食生活、特に飲酒、飲むなって言ってるわけじゃなくって、飲む頻度を抑えるか、飲む量を抑えるかです。一気に摂取してしまうとダメだし、毎日飲んでると肝臓が休まんない、いわゆる休肝日って言ったりしますよね。肝臓がやっぱ休まるタイミングを作んないといけないんですよ。なんで飲まない日を作る、もしくは飲んでも飲みすぎないようにしていく。でもやっぱ休肝日って言って、やっぱ肝臓休める日は必ず作ってください。それだけでもね、本当改善してきますから。私のところに来てこの腰の痛みがもう激しすぎて、もうどうしようもなんないって人で、本当に飲酒をやめた人いるんですよ。やめた瞬間マジで3ヶ月ぐらいでめちゃくちゃ腰楽になりました。で、体調も良くなりました。風邪ひきやすいのも改善しました。ごくわずかだったら本当に体にはいいんですけど、飲みすぎると本当に体にとっては毒になりますから。なので本当にこう飲酒っていうのはやめれればやめるのが一番ベストで、やめれない、もしくは接待が多い、もしくは飲まないといけない環境だったりとかする場合であれば、休肝日を作っていく。それでも毎日飲まないといけないとかであるんだったら、間間で白湯飲んでください。いわゆるちょっとぬるま湯ですね。例えばお店の途中で2杯飲んだら1
回左右で、2回飲んだら1回左右とかっていう風にやってください。付き合い上そんな左右飲んでるとか見せれないとかっていうのがあれば、裏方に行って水飲むとかっていう風にやってください。これずっとアルコールが入り続けると毒を毒で流す感じになるんで、さらに負担かかっちゃうんですよ。で、水飲んであげることでやっぱ毒素が薄まりますから、まあ、それだけでも全然違います。で、水よりも左右です。なんでかというと体温に近いので吸収しやすいんですよ。吸収されると血液の循環の中にすぐ入ってきますから薄まりやすいんですよね。毒が入ってまた毒でこう流そうとして、こう血液がぐるぐるアルコールが回るわけですよ。その中に左右が入ってくるだけでアルコール数が下がりますから、血中のね。なんで左右を飲んであげたり水を飲んであげるってことをぜひ意識的に毎日飲むであればやってください。あとはやっぱ飲みすぎないのが一番ベストだし、もう飲まないのが一番ベスト。私もやっぱ時々付き合いでは飲みますけど、やっぱ飲みすぎるってことは避けていますから、健康にとってはやっぱこの肝臓を守る、この腰痛だったりとか肩の痛みだったりはもしかしたら肝臓が来てるかもしれませんから、ぜひねこの肝臓を休めるってことを意識してやってみてください。なんでこの評価やってみて肝臓だな、楽になったなってことであれば、睡眠、食、運動、この3つをしっかり整えていくってことは、まあ当たり前ですけど当たり前のことをやってください。これが一番痛み改善できますんで、ね、でもしでもねやっぱ自分一人だとできないとか、環境が変わらないとできないとかってことであれば、私整体院復活って言って全国でやらせてもらってますので、その中であなたのですね体のサポートさせてもらいます。まあこんな風にすればいいよ、あんな風にすればいいよって、一緒に頑張りましょうっていう風にねさせていただいてますので、ただ言った通り時間はかかります。体の中の肝臓よし良くなった、そんなことないですからですか。ぜひね時間はかかりますけど、しっかり改善するってことをしっかりやりたいなと思う人であれば、ぜひ整体院復活概要の方にリンク貼っときます。各店舗ホームページありますので、そちらの方を見てもらって、電話もしくは LINE で問い合わせしてみてください。であとですね、チャンネル登録と高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします。こんなのを聞きたいとか、あんなのを聞きたいとか、今日のお話すごく勉強になりましたとかね、あればぜひそちらの方もコメント書いてみてくださいね。ということで今日はこれで終わっていきましょう。ぜひねこの肝臓から来てるかもしれないこの右側の腰痛、膝痛、肩の痛み、ぜひね改善してみてください。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。右側が重くなったら、はい、左側が張って左側が痛くなりそうな気がしますけど。ああそれもあります。基本的には人間の体って重さを逃がすためにこうなると重さがこうなる、横に行くじゃないですか。だからこれしないようにねじるんですよ。だから左の骨盤を左に引いてることが多くて、で右の胸郭を後ろに引いてることが多いんですよ。こういう風になってることが多いんですよね。だから右側がこうなってるんですよ実際。これは側腕なんですけど、で、これはもう典型的なパターンとしてできてるんですよ。だから左側の骨盤がこういう風に左に行って、右に行ってる。だからこれだと歩きにくいから、こうねじる。こんな風になってることが多くて、しっかりまっすぐ立ってるような感じだけど、しっかりねじれてることがある。で、これがひどくなってくると側腕症ってやって診断されたりします。で実際もう遺伝子レベルでこういう風な構造になりやすいようになってて、重さが左右違うんだよね。違うんだけども、これがいわゆる骨格でこう守られてるとか。人間の体すごいんですよ。分かれば分かるほどこれはすごいなってなりますから。だから痛みが出やすい場所って結構決まってるんですよね。右肩、左の腰とか、まあ、そういう骨格の関係性もあるんだなっていうのは覚えておくといいかもですね。はい、ありがとうございます。頑張ろう